ワールドティーチャー異世界式教育エージェントマイナスは猫光一による日本のライトノベル。小説家になるを似て2014年6月より連載されており、オーバーラップ文庫より2015年9月から刊行。イラストはなるデくが担当。小説家になるを年間、ライキング第1位。第2回オーバーラップウェブ小説、金賞受賞。2021年8月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。キッズの空作画による漫画版がコミックガールドにて2016年9月より連載中。シリウス・ティーチャーは仲間のために命を落とし異世界に転生してしまった元世界最強のエージェントである。彼は前世で果たせなかった後継者育成を目標とし引き継がれた知識と経験をもとに 師匠としても、男としても出会った人々の生き方に大きな影響を与えていく。一つ、通常時。休日の父親のように弟子たちに接し、ほがらかに笑い好奇心の赴むくまま行動する、子供のような自分。二つ、戦闘時。並列思考を含め自身の能力を最大限に駆使し、冷酷に相手と戦う、エージェント時代の自分。三つ、ぶち切れた状態。 第三者の視点で物事を冷静に観察する、並列思考から生み出された私。本人格が全体を統括し、意志のない並列思考が補助し、私が第三者の視点から全体を把握する状態。家族、従者たちエリシオン王国ガルガン紹介オーラム貴族、その他銀楼族の集落ガラフフォーニアパラード、ロマニオエルフの里アービトレイ。ありがとうございます。